し。しっとり全然違う。今のは沖縄の人と思ってたの違いすぎちょっとケーキ食べていいですか。僕どうぞいいですか。どうぞどうぞ。うまそう。どうぞどうぞどうぞ食べんで。どうぞいただきます。あ、なんかいいやん髪型。ええやろ。いい感じ。え、待って、チーズケーキめっちゃうまいやん。うまいやん。美味しい。やば。え、大好きな味。ありがとう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 。うまいって言ってくれてありがとう。長年の研究が生きたわ。開発者いた。なんか大橋プリン買ってくれてたらしいね。プリン1個あるわ。いただきます。うん、おいしい。ねえ、ごめんジョー君。ん？どっちも寝かしつけちゃった。ちゃった。またごめん。リチェモンジバターふんだん。お、ほんじゅん。さあ、もう旅も終盤です。そうですね。もう夕方過ぎました。まもなく日も落ちますけども、はい、前ね、皆さん次行くところ僕だけ知ってます。何それ。ずるそんなアポなしちゃうやん。いや、もうこれも朝エスコンフィールド行きましたよね。それと同じくそこもアポ取っていただきました。じゃあエスコンとそこを取っていただいてたんや。そうなの。そこと、あの大橋のプラジュ。謎やねんな。この3つだけアポ取ってました。アポ基準が謎なんよ。今から行くところはもう皆さん夏といえばあのイベントですよ。花火。うわ、花火よりももっと。盆踊りですか。違いますよ。俺ら7人といえば夏といえば、ツアーじゃない。ツアーもそれ以上。夏といえば青春。そう、バッティングセンター。出た。懐かしい。北海道来てまでまだやんねや。いやいや、何をおっしゃる。まず第1回目東京でやりましたよね。で、第2回目広島。はい、散々な結果でした。前でやったね。で、今年北海道で3年目、これラストです。うわ、ちょっとトンネル開けたら喋ります。どうしよう。高校って3年間あるじゃないですか。で、今回がラストイヤーです皆さん。そっか、そういうことね。今回はマジで成功させましょう。そうしよう。ということで今からバッティングセンターに向かいます。バッティングセンター。去年は結構マジでいけそうやったから、うん、今年だからほんまにパッと終わらせましょう。今年こそね。いや、なんか今年いけそうな気がするんだよな。まあ、なんてだって、今年はミッチーと恭平は藤原丈一郎主催の野球大会にも参加してますので。そうですよね。そういった面では、はい、野球の実力は僕と恭平は藤原さんのお墨付きですから、はい、お墨付きもらってるんですか。レベルは上がってます。レベルは上がりに上がってて、気分はもう野球選手ですね。大谷さんです気分は。お、さあ着替え完了しました。はい、やっぱり今回もあれですね、新品のユニフォーム、日ハム、はい、あとヤンキー。ヤンキーやな。ちょちょちょ、シレット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 ヤンキーシレットヤンキー。いやいや違うんや、もう見ないよ。名前もみんな個性あるな。大悟、うん、めっちゃ達筆やねんけど。ほんまや。石やった。よっしゃって書いて。大橋に関してはもう目いっぱい使う。出た。大橋絶対目いっぱい使うから。恭平さん、細いマジックで描いたいんだ絶対。大橋みたいな感じ。大橋みたいな。いや、どうします今回。リベンジやね。前回、前々回が20球、はい、でヒット性の当たりを打つっていうものでしたよね、はい、これはもう返すでいいですか。いや、もう返すでしょ。叶えられてない。そうや。まあ、叶えられてないかも。いきますか。じゃあこれ何キロでやるんですか。これ、え、何キロで。80キロ、100キロ、115キロがありますので、どれにします。じゃあもう一発目は大きく出て115いっちゃいます。いきますか。じゃあ、はい、でもこれで一発でパーやから。めっちゃかっこいいよ。かっこいい。ほんで俺らはもう今年最後のダイヤです。そうやで、これは3年生。え、待って、泣きそう。ダイヤ見て。ちょ、みんなちゃんとこれ設定、設定も、あ、もう泣いてる。諦めといて、諦めといて、みっち。みっち
砂集めないで。もう負けてるやん。そこな。負けてる。みんなもう今負け試合になってるから。こっからやから。じゃあ。そやな。順番どうします？野球に最近触れてる順番でいきます。あ、それがいいんじゃないですか。ミッチー、京平、俺。うん、触れてるね。ミッチーから言っとく。俺から言っとく。ミッチー、京平。ごめんな、俺で20球使ったの。じゃあ分からんよ。ミッチー、京平。ミッチー、京平、俺。うん。で、まあ、第5。オッケー。で、最後じゃあ、リーダーに締めてもらう。そうやね。じゃあ、ここで。じゃあ、この順番でいきますか。行こう。決めたろうぞ。やったんぞ、俺。よし。俺らの代は、1年、2年で、失敗に。なってしまいました、はい、けど今年はラストイヤー、はい、絶対に一発で成功させるぞ、はい、いざ、はい、よっしゃ気合だけは十分じゃあ、はい、いいですね、はい、それでは20球7人で掴みましょう、はい、よーいスタートマジ怖いファイトちゃうな。ちょっと待って、これさ
さ、やばいね、115やしかも、ね、一番レベル高いやつ。そうやね、成長してるやん。やっぱ成長したやっぱ3年生になったら違うね。違うね。え、なってば。だってスタッフの顔全然喜んでいい。これだからないと思ってんやろ。シャクシャク一人ぐらい泣けや。何やろ、なんか言ったらあかんねんけど、まあ、この3年間のあったやん、うん、あっけなく終わった。え、言ったらあかんねんね。いや、それいい成長やねんけど、うん、早く終わりすぎたんで、シャクがちょっと怖いと。まあね、まあ、それだけの感動はありましたよ。いや、感動しかなかったね。多分、そうコメント多分 YouTube アップの中で一番多いと思う、今回。今回、感動がね、だって今さ、もう3年目のね、これ本気でしたから。うん、まあでもこの前だとショートに行ってしまう可能性が。待って、ショートやかも、お願い。この前だと短すぎてショート行っちゃうかもしれないんで、ちょっとなんか増やそうと、尺を頑張って増やそうとして、増やそうということで、MV みたいな、イメージビデオみたいなの作ろうかな。いいっすね。ちょっと夢渡しとかに載せてね。はいはい。それをちょっと撮ります。わかりました。自作で撮るのどうですか。まず自作でね。あ、メンバーがカメラマンやったり。そうそうそう。あ、いいっすね。演出とか。3年間悔いなかったなってめっちゃ思うんだよね。やっぱりこの7人で一緒に頑張ってきて、いろんな壁突き当たってきたし、なかなか怖いねん壁にも出会ってきたし、すいません。去年の夏終わってすぐですかね、ちょっとこう右肘を痛めてしまって、3ヶ月ぐらいちょっとこう練習ができない期間があったんですけど、まあ、その間にメンバーみんなが頑張ってくれて士気高まって、僕がなんか復帰した時に温かく迎え入れてくれて、本当にその後も、まあ、今日もそうですけど、メンバーが少ない球数の中繋いでくれて、本当に最高の仲間ができたなって思います。まあでも簡単な話で、野球盤みたいなもんなんですよ。こうやって打つっていうボタンがあるじゃないですか。これを押してるって感覚ですね。打つっていうボタンを押してるっていう感覚、それでなんか打ってる。まあ俺さ、ちっちゃい時からこのバッティングセンター来てたんだよ。いつも親父に怒られてたな。でもやっぱり一人で野球するよりみんなで野球する方が楽しいって気づいた。だからこの仲間、俺合わせて7人で絶対に成功させる。卒業したくね。7人で野球してよ。どうなってます。なんか今までこう野球だけじゃなくて他のバラエティーとかもあって
ちょっと滑っちゃったりとか、なんか話が詰まった瞬間にその時のこの手の感触が蘇ってきて、めちゃくちゃ辛くなってたんですね。だからこそ、なんかこう3年生になってこの夏いろんなこと乗り越えてきたはずなので、みんなとまだ手を取り合いながら鼻炎が鼻炎で、あの消してもらっていいですか。こうやってみんなと繋いでいくと思うよ。僕、そして僕からまた見てくださってる皆さんに繋いでいって、皆さんの笑顔と幸せが祈っていけるようになっているので、僕たちのこの思いをこのバットで世界中のみんなに届けたいと思います。